皆さんこんにちは。今回は、雑ブロ掲示板で話題になっていた DVD について取り上げます。かなり広い範囲で、駅に落ちているという謎の DVD があったらしいのですが、今年の7月くらいに雑ブロ掲示板でこのようなスレが立っていました。謎の DVD が各地にあるんだが、というスレで、心の健康、と書かれた DVD が大量に駅に置いてあるのだそうです。こちらが実際の写真になりますが、このように、心の健康、とだけ書かれた謎の DVD が駅に放置されているらしいです。また、自転車置き場に放置されているケースもありました。さらにツイッターでも同様の事例が報告されており、勝手に自転車のカゴに入っていたという証言があります。さっきまで何もなかったのに、いつの間にか入っていた、という、少し不気味なツイートもあり、非常に気味が悪い話ではありますが、さらに奇妙なのはこの DVD は、非常に広い範囲で目撃されているということです。スレ主さんは山形県で目撃し、東金井駅と天童駅にて友人も目撃したとのことです。しかし、青森県でも目撃したというツイートがあったようで、非常に広い範囲でこの DVD が放置されていたことは確かです。何らかの宗教団体の手口なのか、詳しいことはわかりませんが、スレ主さんが後日取りに行くとのことでしたが、たくさんあったはずのディスクは全てなくなっており回収することはできなかったそうです。その後、様々なツイート等を調べてみると青森、秋田、岩手、山形などで目撃されていたようで、果ては北海道でも目撃されていた可能性もあり、東北を中心にばらまかれているのではないかという推測がありました。結局、落ちていた DVD は全て消え去ってしまったようなので中身までは判明せず、ここで一旦流れが止まったのですが、8月になって、新潟駅でこの DVD を入手したという人が現れました。拾ったのは8月7日で、今までこの駅を使っていた人曰く、このような DVD を見たことがないそうで、つい最近になって新潟の方に、この DVD がばらまかれ始めたようです。で、中身を確認したところ、4ヶ月ほど前に同じ映像が YouTube にアップされていることがわかりました。実際に映像をお見せしますが、冒頭で精神医学者である森田正武という人物の名前が出てきます。どうやら森田療法なるものを紹介する DVD のようで、中盤から実際に座り方や思考方法などをレクチャーしています。ざっと見た感じだと、宗教的な内容ではなさそうです。しかし、一体なぜこのような DVD を配っていたのかという疑問は残ります。今のところ、誰が、どのような目的で配っていたのか詳しい情報がわかっていないです。非常に広い範囲で、なおかつ大量に DVD が配られていることから、単独犯ではない可能性が高く、何らかの団体ではないかと思うのですが、宗教的な団体ではない可能性が高いですし、配っていた人物像が見えてこないのは少し奇妙な話ではあります。この健康法を広めようとしていた団体がいたのでしょうか。もう少し映像を詳しく見ていきます。さて、現状判明していることについて説明していきますが、映像の最後に制作会社や脚本等を担当した人の名前が出てきます。出演した方の名前を調べてみるとツイッターの方で心の健康の動画を宣伝していました。また、制作会社について調べてみるとどうやら映像制作を請け負っている会社だったようです。で、この動画がアップされていたチャンネルはこの制作会社の代表の方のチャンネルでした。自社で制作していた映像をアップしていたということは、この制作会社が駅に落ちていた件も関わっているのでしょうか。おそらく駅に落としていた件とは関係がない可能性が高く、チャンネルにアップされている他の映像を見ると、どうやら制作依頼された映像をアップしていただけのようで、今回の心の健康についても、依頼されて制作したものを制作実績としてアップしていたのではないかと思います。
では制作を依頼した人物は誰なのかというと、最後の方に一瞬だけこのようなメッセージが表示されます。映像を引き受けてくれた制作会社へのお礼とともに脚本を担当した人と同じ名前が最後に添えられていました。ですので、おそらくこの人物が映像を企画し制作会社に依頼、そして配布にも関わっているのではないかと思います。しかしながら、この人物の名前で調べてみても特に情報は出てこず、詳細は不明です。映像を制作会社に依頼して、役者まで出演しているので、費用もある程度はかかっていると思います。さらに DVD を大量に生産し、東北地方を中心に広い範囲で配布していくというのもかなりの労力がいるかと思います。ですので、この森田養蜂なるものをどうしても広めたい、と強い意志を持った人物、もしくは団体が配布していたのではないかと思われます。今のところ、脚本を担当した人物が大きく関わっているということしかわからず、具体的に関わっている人物については不明です。映像で扱われている森田養蜂についてですが、調べてみると様々な病院で実践されているものではあるようです。私は医者ではないので否定も肯定もしませんが、そのような事実はあるということだけはお伝えしておきます。この DVD ですが、特に何か怪しい商材などに勧誘するわけでもなく、紹介されている養蜂に費用が必要というわけではないです。ですので、営利目的で制作されたものではない可能性が高く、制作者の善意で配布されたものではないかと考えます。しかしながら、その配布方法がかなり怪しすぎますし、駅に放置したり、自転車のカゴに勝手に入れるのはやりすぎです。配布方法が強引に感じてしまうのですが、とりあえず、拾って中身を見ても特に怖いものではなさそうですね。もし、この DVD を駅で拾ったという人がいればぜひコメントいただければと思います。わざわざ制作会社に依頼して DVD を制作し、さらにここまで広い範囲で配布するというのは、広めようとする意志がかなり強い方のようで、そこが少し怖いですね。結論としては、配布した可能性がある人物は映像の脚本を担当し、制作を依頼した方である可能性が高いです。また、DVD の中身は健康療法の説明であり、何か怖い映像が入っていたというわけではなさそうです。いかがでしたでしょうか。謎の DVD が大量に落ちていたらしいですが、目撃した方っていますかね。落ちていても拾って見てみる人は少ないと思いますが、あれだけ落ちていた DVD がなくなっていたらしいので、駅員に回収されてしまったのでしょうか、